当当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 このカバンはサーフィンをやってる人たちが防水用のカバンです。早速開けてみる。このカバンは360度で回転します。底側はこういう感じでボトル入れ、内側は普通のリュックと同じでこういう形になってます。で、ここもなんかボトルを滑らんように止めるのがあります。正面はこんな感じです。で、チャックを開けてみたら腕のこのくらいの深さがあります。で、防水機能なので若干チャックがきついです。で、ここが反射のところで、もしかして名前入れ知らんけど。で、次は上はこういう形で開けたら粘着テープあって、中身こういう感じです。ちっちゃいチャック付きのポケットがあります。で、反対側はこういうクッションでタブレットのような壊れやすいものを入れるところもあります。中身は意外とシンプルで、で、閉じるときは上を粘着テープを閉じてぐるぐる、で、閉じたら防水機能があります。で、こうやって空気が漏れない。座ってみる。さっきは一回しか折ってなかったから空気が溜まれて、二つ折りしたら、お、超丈夫になるんですよ。なので、もし今日は外で野営したら枕がてらにできます。防犯性のため、チャックをここも閉じれます。で、ここもなんか調整できそうなのが2つあります。ここの紐の調整。じゃあ実際、背負ってみます。見たらこんな感じ。ビンバンバンビンバンバンビンバンバンブーン、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンブーン。